はい、こんにちは。大垣で創業86年、窓を健康と防犯防災の面から考える山田ガラスの山田です。今日はガラスフィルムの選び方についてお話をします。夏が近づいてくるとですね、お客様からガラスフィルムについてのお問い合わせをよくいただきます。その際に結局どのフィルムがいいんですかという話なんですよね。サンプルとかカタログも見ていただくんですけれども、今回ですね、カタログの見方、それからガラスのフィルムにはどんな種類があるのかということについてお話をします。まずですね、ガラスフィルムにある機能性という形ではですね、飛散防止、それから遮熱、デザイン、目隠し、断熱、防虫、浸水性、プライバシーコントロール、そして低反射というですね、9つの機能があるわけなんですよね。それぞれのことを話すと、飛散防止というのは、これは以前からお話をしてますように、地震とか台風ですねの時にガラスが万が一破損した場合に破片が飛散しないことを言います。いわゆる窓ガラスの安全性を高めるためのものですよね。それから遮熱に関しては、日差しによる窓際温度の上昇であるとか、冷房効率の低減ですね、いわゆるですね、窓際の快適性であるとか省エネ効果を狙ったフィルムですね。そして3つ目のですね、デザイン性というのは、これはもうデザインフィルムのことです。空間にですね、似合うデザインのものを選んでいただくという意匠性のあるフィルムのことですね。防波に関しては、窓からのですね、侵入等被害とか空き巣の時のガラス割りですね、これのリスクを低減して安全な空間を提供するためのものです。断熱については、室内からのですね、熱を逃がさずに、夏は窓から入ってくる日射熱というのを低減するというものですよね。これも遮熱同様ですね、冷暖房費のコストの削減、省エネ効果ですね、これを狙ったものです。だから防虫に関しては、これは夜間のですね、照明等に寄ってくる虫ですね、彼らの見える光線ですね、その範囲をシャットアウトすることによって虫を寄せ付けなくするためのフィルムです。殺虫効果があるわけではなくって、虫が光があることが見えないということですよね。それから浸水性、これは浴室のガラスやですね、鏡の曇りであったりとか水垢を軽減するためのフィルムです。プライバシーコントロール、これは以前にもお話をしたと思いますね。3つのですね、角度からの視界をカットするということです。見る角度によってはですね、見えなかったりとか見えたりするフィルムのことなんですけれども、もうこれは確実にですね、プライバシーを守るためのフィルムです。そして最後に反射低減、これはガラスへの物の映り込みですね、これを低減するためのフィルムです。どこに貼るのと言われるんですけども、例えばショーウィンドウですね、内部にディスプレイされているもの、こういったものをきれいに見せたいという場所に貼っています。また最近はですね、僕が貼った事例で言いますと、飛沫防止スクリーンですね。飛沫防止スクリーンってガラスやですね、樹脂で作られているものが多いんですけれども、そうするとどうしても光が反射して相手の顔が見えなかったりとかする場合が多いんです。そういったところに貼ることによって相手の顔をすっきり見せるという使い方もしました。今回はですね、初心者の方に対してお話をしています。ですから性能表示表を見ていただいても、どれがいいかわからない、どういう意味なのかがわからないということに対して、お話をしています。これがですね、各商品の性能表示なんですけども、数字だけが並んでいるからよくわからないと思うんですよね。ただその一番上の欄にですね、それぞれですね、性能の名称が書いてあるんですね。それを見ていただいて、その名称に対してはどの数値がいいのかといったことをこれからお話をします。一番最初はですね、遮蔽係数と書いてあるわけなんですよね。これは何かというと、太陽光線の室内に入ってくる熱量を示す割合です。ですからこの割合が低ければ低いほど熱量が少ないためにお部屋の中は涼しいということですよね。同じくですね、日射熱取得率、これも同じようなことですよね。これもですね、室内に注ぎ込む日射の割合を示すものであって、数値が小さければ小さいほど遮熱効果が高いということですよね。ただしこの遮蔽係数、それから日射熱取得率、これが値が小さければ小さいほど、逆に言えばお部屋の中は太陽熱をカットしてくれるということはですね、その分だけフィルム自体の色合いが濃いものが多いんですよね。ですからお部屋の中が暗くなる可能性というのがあります。ですから一つの見方としてですね、フィルムの品番がありますよね。例えばナノ 40S といった場合というのは、この40というのがお部屋に入ってくる熱の量を示しているんですよね。ですから
ナノ 40S、ナノ 80S を比べた場合ですね、40と80ではどっちの方がたくさんお部屋の中に光が入ってきてるか、これは80ですよね。ですから40の方が遮蔽係数としては高い、いわゆる涼しい、だけどもお部屋の中は暗い、80は遮蔽係数としては弱い、だけどもお部屋の中は明るいということですよね。次にですね、日射反射熱というのがあります。これも今お話ししたものと類似するものなんですけれども、日射反射率とは近赤外線ですね、これを反射する割合のことを言います。ですから当然この数値が高ければ高いほど日射を反射してくれるのでお部屋の中が涼しいということですよね。で逆に日射透過率というのは入ってくる光の割合を言うんですね。ですから先ほど言ったように遮蔽係数が高いものに関してはこの日射透過率というのは低いはずです。日射率吸収率というものがあります。これは太陽熱を吸収する率のことですよね。いわゆる熱線をカットするということです。ですからこの値が大きければ大きいほど日射熱をカットしてくれるのでお部屋の中は涼しくなります。ただしカットするといってもですね、フィルムの中で吸収する率のことを言いますので、この吸収率が高いということはガラスが熱割れしやすくなるというふうに思います。いわゆるフィルムというのはですね、ガラスに密着しているものですよね。ですから当然そのフィルム自体が熱を帯びて熱くなればなるほどガラスへの影響力というのは大きくなります。ですから例えば、ね、網入りですね、等への貼り付けの場合は気をつけなければいけないということですね。その次がですね、可視光線反射率。これは我々の目でですね、感知できるだけの可視光線の反射の割合のことですね、それを言います。ですからこの数値が大きければ大きいほど物が映り込む割合が多くなるということですよね。ですから先ほど言った低反射フィルムの場合なんかはこの数値が低いはずです。そして可視光線透過率、これは当然お部屋の中に入ってくる光線の量のことを言ってるわけなんですよね。ですからこの数値が低ければ低いほどお部屋の中は暗くなってしまうということです。紫外線透過率と言いますが、これは人体に有害な紫外線ですね。それからもう一つ言うならば日焼けですね、絵画とかですね、本です、ディスプレイしてあるものですね、それを日焼けする防止のためにこの紫外線のカットをフィルムに求められる方は非常に多いです。ただご安心ください、ほとんどの紫外線カット率というのは 100% です。ただですね、紫外線の中には今言った通常のものではカットしきれないほどの波長のものもあります。そういった場合は高領域な UV カットフィルムというものも存在しますので、そちらをご利用されるといいんじゃないのかなというふうに思っています。そして熱管理率、これもよくお話しますよね。熱の伝わり方を表す数値で、数値が大きければ大きいほど熱は伝わりやすいということですね。断熱性を表す数字です。今お話ししましたように、お客様のほとんどがですね、この夏場にフィルムを求められるのは、一つはですね、遮熱性能を求められるわけなんです。ですから先ほど言いましたように、品番の後ろに書いてある数字がありますよね。この数値が低ければ低いほど反射率も当然高くなっていますし、お部屋の中に入ってくる熱の量というのは少なくなります。ただし透過率ですね、これが少ないためにお部屋の中は暗くなってしまいます。ですからお部屋の中が暗くなってしまって電気をつけなければいけないという羽目になってしまうということもありますので、このあたりはよく考えられた方がいいんじゃないのかなと思っています。オフィスビルであるとか商業施設ですね、そういった部分っていうのは非常にこういったガラスフィルムっていうのは僕はいいと思うんですけども、一般のご家庭においてはやはり窓の外で熱をカットするという考え方を持たれた方がいいんじゃないのかなというふうに思っています。それから何度も言いますけども、ガラスフィルムに関しては紫外線カット率はほぼ 100% です。よくお客様の中でお見えになるのは、玄関先に子供さんやお孫さんが描かれた、ね、絵を飾ってらっしゃる方が見えるんですよね。でそういったものって日射によってですね、色褪せをしちゃったりとかするわけなんですよね。ですから例えば欄間の部分、ここに貼ってくださいとか、そんなご要望が多いわけなんですよね。ですからその時は今お話したような紫外線率に関しては問題ないんですけども、遮蔽係数であるとか透過率であるとか、そういったものを検討いただきながら決められるといいと思います。今日はですね、ガラスフィルムの性能ですね、性能の見分け方、表の見方について、お話をしました。ご参考いただければ幸いです。